皆さんこんにちは、港区スポーツセンターです。今日は自宅にいながら簡単にできる運動不足解消に役立つエクササイズを紹介していきます。どなたでも簡単に取り組めますので、この動画を参考に毎日の健康づくりに役立てていきましょう。ではトレーニングを始めていきます。まずはスクワットの紹介です。肩幅に足を開いていただいて、手は胸の前でクロスです。下げずに脇を開いて上げておきます。そのまま目線は前の状態でゆっくり下がっていきます。で、立ち上がっていきましょう。この動作を繰り返していきます。お尻は斜め後ろへ下げるようにしゃがんで立ち上がります。軽く胸を張って、膝があまりつま先から出ないように注意を行っていきます。どうしてもきつい方は半分ぐらいのところ下げて立ち上がる、この動作でも大丈夫です。では次のトレーニングです。次はプッシュアップ、腕立て伏せを紹介していきます。まずうつ伏せになっていただいて、手は胸の高さ、肩幅よりも少し開いた状態で構えていきます。この状態から体を起こしてプッシュアップのスタートの体勢です。この時に腰が反ったり丸まったりせず、まっすぐ構えていきます。この状態から下に下ろして上げていきます。どうしてもきつい方は膝をついて足を上げた状態、この状態で下げて上げる、次はクランチ腹筋動作を行っていきます。ではまず仰向け寝ていただいて、膝を立てていきます。胸の前で腕をクロスして、目線はおへそになるように体を丸めていきます。でゆっくり戻します。体を丸めてゆっくり下ろしていく、反動はつけずにゆっくり行っていきます。どうしてもきつい方は手を前にして膝をタッチで戻っていきましょう。目線は同じです。おへそを見ていきます。次はプランクです。体幹周り、腹筋から体全体のところ鍛えていきます。まずうつ伏せになっていただいて、顔の前で三角形を作っていきます。肩と肘がだいたい同じ高さになるように構えてください。この状態から体を上げてまっすぐ保っていきます。腰が反ったり丸まったりせず、まっすぐ整えていきます。余裕がある方は足を上げる動作も追加してみてください。どうしてもこの体勢がきつい方は腕立て伏せの体勢のキープでも大丈夫です。ただこの際も頭からかかとまではまっすぐ整えていきましょう。ではこのプランクの体勢で初めての方はまず30秒を目指して頑張ってみてください。
では最後に椅子を使ったエクササイズを紹介していきます。自宅やオフィスでも行える簡単なエクササイズになってますので、ぜひやってみてください。まず椅子を使ったスクワット動作に入っていきます。椅子はなるべく浅く腰掛けてください。足はだいたい肩幅ぐらいに開いていただいて、あまり前には出ず膝とつま先が同じぐらいに構えていきます。ではこの状態で立ち上がってもう一度座っていきます。これの繰り返しです。この状態で強度が高いなと感じたら、膝に手をついてサポートしながら立ち上がっていきます。では椅子を使った二の腕のトレーニングを行っていきます。椅子の縁に手をついていただいて、足は一度適度に前に出していきます。その状態で腕を曲げながら体を沈めていきます。で持ち上げていきます。どうしても気づい方は足を近くに調整したり、下げる幅を浅くしたりして負荷の調整を行ってください。では椅子を使ったももの前側のトレーニングを行っていきます。椅子は浅く腰掛けておきましょう。片足ずつ上げて、上げた状態で3秒ほどキープしていきます。ゆっくり戻して反対側3秒ほどキープを行ったら戻します。どうしてもきつい場合はキープはせず、すぐに下ろしてください。以上でエクササイズは終了になります。ご自身の体力レベル、体調に合わせて実践していきましょう。いかがでしたでしょうか。これらのメニューを毎日実践していただいて、運動不足解消や健康増進に役立ててください。また、港区スポーツセンターでは、どなたでもご利用いただけるトレーニングジムやプールを用意しているほか、ヨガ教室などの様々な事業を実施しています。健康づくりから本格的なトレーニングまで、スタッフに気軽に相談してください。